クライスラーコルドバは、クライスラー社が製造、販売していた乗用車である。1970年、クライスラー部門の下、中級フルサイズの、ニューポート2る限定の、ニューポートコルドバパッケージが登場した。ボディカラーは、コルドバゴールドという名の金色で塗装され、バイナルトップ、インテリア、シート、ホイールカバー等、クロームパーツを除けばすべて金色で塗装されていると、 言っても良いほどであった。このニューポートコルドバには専用のメダリオンエンブレムがボンネットに飾られ、バイナルトップ、シートなどにも同じものが描かれていた。78から79年型コルドバ78から79年型コルドバ1975年にニューポートから独立した形でコルドバは登場する。クライスラー部門発のインターメディエートであり、 1975年、当時プリムスフューリー、プリムスフューリーロードランナー、ダッチチャージャー、ダッチコロネットなどが使用していた B ボディを使用して開発された。コルドバのバッチエンジニアリングで、ダッチチャージャー SE が存在する。ライバル車は、シボレーモンテカルロ、オールズモビルカトラススプリーム、フォードサンダーバードであった。1978年型で、モデルチェンジする。 丸目四連ライトから角目四連ライトへ変更した。初代コルドバのコマーシャルはすべてリカルド・モンタルバンが出演した。1977年には若者向けのコルドバといった形でクライスラー・レバロンが登場する。1980年型でコルドバはフルモデルチェンジをする。より燃費に優れた車になった。オプションでコンバーチブルのトップに似たルーフを選ぶことができた。 1981年にはコルドバイル S が登場した。この車はベースのコルドバとは違うフロントフェースを持っていた。LS のフロントグリルは80年代後半のダッチのグリルと全く同じなため、ダッチのスピリットグリルの原点はこのコルドバイル S にあると考えられる。コマーシャルの出演は2代目もリカルド・モンタル版であり1980から1982年 その後、1983年からは、フルモデルチェンジしたクライスラーニューヨーカー、1984年からは、クライスラーレバロン、また、クライスラー部門全体のコマーシャルに出演することとなる。ありがとうございます。